えさえありきこんばんにゃ、こんばんにゃ。私はなんとなく、うん、犯人の目星がつき始めました。お、犯人はきっと、うん、バトラです。お、うん、そしてベアトはバトラが自分の罪の意識から生み出した幻想の存在だと思ってます、うん、まああんまり確信はないんですけど、うんうん、ということでゲストのイキヤは誰が怪しいとか考えたことはありますか、うん、ということで、そう、これね、あの犯人はきっとバトラで、うん、ベアトは幻想の存在だっていう話はそのスケキヨの、うん、スケキヨオノディの、うん、推理と同じなんだけど、うん、結構こう思ってる人も多いんだよね、うんうん、あの二重人格的な、うん、ニキヤはどう思う、うん、僕もなんかそれに近いこと思った。だからあの同一人物じゃないかとかね、もしかして、うんうん、まあ一番その想像しやすいのは確かにベアトリーチェっていうのはその、うん、バトラの負の部分みたいなね、うんうん、まあ名とアンみたいな陰と陽みたいなところで、うんうん、出てきて自分の中で葛藤しているということが一番説明がつきやすくはあるよね。葛藤しながら、うん、じゃあ自分でバトラはその、うん、自分の父も母も手にかけたっていうね、それがどうか分かんないけど全部夢かもしれないしね、うん、夢落ち、壮大な夢落ちというか例えばね、うん、もしかそんな風になんか本当にわけ分かんなくて大変だったけど、でも、うん、あの開き直ってからは結構楽しくやらせてもらったし、うん、やっぱりその、うん、スタジオの中のキャストがとにかく豪華だったから、もうそれだけでテンションが上がる。若い人もいれば、うん、息やみたいなベテランもいて僕はベテランじゃないよ、そのベテランだよ。 なんで僕はそんな大先輩だよ。変わんないようだって、まだたかたかだって十数年だもん、ね、でもそれはアニメでしょ、うんうん、やっぱ役者さんとしては本当にずっと前からやってるから尊敬してるよ。タメ口で言うのも全然説得力ないよね。ありがとう。そんなことない。ごめんね。そんなことない。いいえ。ごめんね。ありがとう。なんか可愛いね。困ってるのが。今日ちょっと踊ってる私。こんな練習の私じゃない。なんかベアトリーチが動揺してるベアトリージも可愛いなと思ってね。そうそう、私ね、一つアフレコ中のエピソードで覚えてることがあって、うん、なんかあのテストの時に、うん、こうマイクワークがちょっと忙しかった時があって、うん、その時にね、リキヤがね、うん、伊藤美希さんに、うん、すいません、夏日さん、ここのセリフ僕マイク入っていいですかって私夏日じゃないですみたいな、ね、そうです。しかもあれが美希さんはエヴァですよ、みんな、ね、27話だよ、ね、相当もうクライマックスぐらいの時だったのに今頃みたいに全員で突っ込んで、例えば、ねうん、例えば我が子の名前も忘れるやつだって言っちゃいけない親だっているんですよね。犬の名前覚えてても、ね、前鈴村君が言ってたんだけど、それは言い訳だぞ。本当に例えばね、上を覚えてみんな一郎二郎なんとかかんとか、であとなんだ、はい、お前とアリスとでポチとか言ってね、おじいちゃんじゃん。いや